ただいまより林大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、まず1件目でございますが、私は9月19日から24日までニューヨークを訪問をいたします。国連総会が開幕をいたしまして、各国から首脳や、閣僚が集まるこのハイレベルウィーク、この機会を捉えまして、安保理改革に関する G4 外相会合、G7 外相会合、ブルーパシフィックにおけるパートナー外相会合、ユニバーサルヘルスカバレッジフレンズ閣僚級会合、新型コロナ対策グローバル行動計画に関する外相会合、また日米豪印外相会合などさまざまな会合に出席をする予定でございます。またこの機会にですね、各国の外務大臣等と積極的に会談する予定でございます。ロシアによるウクライナ侵略によりまして国際秩序の根幹が揺らいでいる中での国連総会ということになります。日本が重視する国際秩序の原則であります法の支配、そしてその中核を担うべき国連の役割の重要性、安保理改革を含む国連全体の機能強化、こうしたことについて各国と認識を共有したいと考えております。またインド太平洋やウクライナをはじめとする国際情勢や国際社会の課題等につきましても各国との緊密な連携を確認をする予定であります。次に、本日の閣議におきまして官房長官から外務省と経済産業省で共催予定の来年の G7 貿易大臣会合、これを大阪府で開催するとのご発言がございました。大阪は日本有数の貿易拠点である関西国際空港や大阪港を有しており日本を代表する貿易都市であります。このまた2019年には G20 大阪サミットが開催されておりまして国際会議の開催実績も十分であることから貿易大臣会合を開催するのにふさわしい年であるというふうに考えております。外務省としては G7 広島サミットや外務大臣会合とともにですね貿易大臣会合についても会議の円滑な開催に万全を期するべく関係機関及び開催地の自治体と連携して準備に取り組む考えでございます。それからもう一件、本日スリランカに対する支援として合計350万ドルの緊急無償資金協力を行うことを決定をいたしました。スリランカには5月にすでに緊急無償資金協力300万ドルを供与いたしましたが、それ以降も経済状況の悪化が深刻化し続けておりまして人道ニーズが高まってきております。こうした中で今回の支援は WFP それから IFRC およびユニセフを通じて市民が直接被益をする形で350万ドルの追加的支援を行うものであります。またパキスタン各地におきまして発生している洪水被害に対する700万ドルの緊急無償資金協力につきましては本日その具体的な内容といたしまして国際機関経由で食料、生活必需品、水衛生、保健医療等の人道支援を行うことを決定をいたしました。今回の支援が長きにわたる友好関係を有するスリランカとパキスタンの国民が直面する国難を克服する一助となることを願っております。私からは以上でございます。それではご質問のある方は挙手いただき指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて社名氏名に続いてご質問ください。では、共同通信福田さん。
すみません、共同通信の福田と言います、はい、明日ですね、日朝平壌宣言から20年の節目を迎えます、うん、それで今日ソン・イルホ北朝鮮 外務省でですね日朝交渉を担当しているソン・イルホ、大使がですね、この日朝平壌宣言について日本が白紙状態に戻したと発言しました。この発言に対しての日本政府の反応をお願いします。はい、今ご指摘のあった点も含めてですね、北朝鮮の動向の一つ一つにコメントをするということは差し控えたいと思いますが、我が国は従来から一貫して日朝平壌宣言に基づいて拉致核ミサイルといった諸懸案、これを包括的に解決をし、不幸な核を清算して国交正常化を目指すという考えでございまして、その方針に何ら変わりはございません。すいません、この後予定ありますので最後の問いにさせていただきます。中国新聞、樋口さん。中国新聞の樋口です、はい、国連総会に合わせて政府が開く CTBT の首脳級会合、こちらの意義とですね、目指す成果を教えてください。核兵器 その保有国米中などがですね、批准をしないと、発効しないということ、そこにどういうふうに働きかけていくかということが重要だと思うんですけども、大臣の考えをお願いします。はい、この今お話のあった会合についてですね、出席者を含めまして詳細今調整中でございます。その上で申し上げますと、岸田総理がですね、この先般の NPT 運用検討会議で呼びかけられました通り、今時国連総会に際して包括的核実験禁止条約 CTBT フレンズ会合の首脳級での開催、これを予定しておりまして、岸田総理が出席する方向でですね、調整をしております。で、我が国は核兵器のない世界の実現に向けた現実的かつ実践的な取り組みとして CTBT の早期発効、これを大変重視しておりまして、今次会合を通じて核兵器のない世界に向けた、国際社会のですね、力強い結束を示したいと、そういうふうに考えております。もう一問お受けいたします。それではテレビ朝日、澤井さん、お願いします。テレビ朝日の澤井です。上海協力機構のサミットに合わせて昨日の夜、ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席がウクライナ侵攻後初めて会談しました。来週からの国連総会ハイレベルウィークを前に中ロの結束を見せつけている形かと思いますが、日本政府としての受け止めをお願いします。はい、9月15日に上海協力機構首脳会合、これに出席をするためにウズベキスタンを訪れていた習近平中国国家主席とプーチンロシア大統領との間で中ロ首脳会談が行われたと承知をしております。公表されている内容やですね、各種報道、これを見る限りにおいては、今回の会談では我が国および地域として関心を払っている地域情勢などが取り上げられたものと承知をしております。第三国同士の会談について論評は控えたいと思いますが、我が国としては今回の会談を受けた中ロ関係の進展につきまして注意深く見極めていく必要がある、こういうふうに考えております。それでは会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい。